ら寿司から出た浜田チャーハンがやばい。ダウンタウンの浜田さんが芸能人格付けチェックで作った浜田チャーハンの基本のレシピを守りながら、ポポエビを本物の小エビに変えるなどレシピや食材にアレンジを加え、くら寿司なりにより美味しさを進化させたオリジナルのメニューだそうです。浜田チャーハンの魅力である紹興酒で豊かな香りとコクや旨味をプラスしていて、浜ちゃんも俺の言った通りに作ってるやるねくら寿司美味しいですと絶賛し公認された浜田チャーハン。果たしてそのお味は。いただきます。信じられないぐらいいい香りです。うん、めちゃくちゃ美味しい。優しい味、香りが本当にいい。うん、本物のエビも入ってます。美味しい。やっぱ回転寿司だから海鮮系強いんだろうな。エビめっちゃ美味しいです。胡椒は効いてるんですけど、最大のスパイスは紹興酒の香りって感じで、優しくてすごい食べやすい味です。これは子供から大人まで全員楽しめると思います。マジで何杯でも食える。中華料理屋じゃなくてくら寿司とコラボするってなった時、ちょっとどういうチャーハンになるのかなと思ったんですけど、香り高くてめちゃくちゃ美味しかったです。おすすめ。今日もチャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。